こんにちは、ゆかてぃんです。今日はケンさんに専業投資家の決算シーズンのルーティンについて解説してもらいます。ケンさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、私、株を最近始めようかなっていうふうに思っておりまして、はい、今回決算シーズンのルーティンとのことで、決算シーズンって大体どのくらいの時期のことを指すんですか？そうですね、決算がまず年に4回出まして、はい、忙しい時は3ヶ月おきに来るんですけれども、はい、5月、8月、11月、2月っていうのが、まあ、特に忙しいタイミングかなというところで、まあ、そこで4000社のうちの、まあ、大部分の会社が、まあ、決算を発表するということで、まあ、投資家はすごい忙しいタイミングですということですね。なるほど、はい、じゃあそのシーズンのルーティーンを今日はご紹介していただくということですね。はい、では早速、はい、お話していきたいと思うんですけれども、はい、まあ、最近ですね、この決算を見て投資をするっていうスタイルの方が、まあ、かなり多くなっていて、はい、でゆかてぃんさん FX とかではテクニカルとかでやられてると思うんですけれども、もともと株もそういったテクニカルやってる方がすごい多かったんですけど、はいはい、例えば有名な専業投資家の方とかって決算をしっかり見ましょうよっていう発信が、はい、まあ、最近すごく多くなっていて、で、まあ、それに伴って、まあ、この決算をしっかり見て、うん、まあ、決算前で買ったりとか決算後に買ったりする人が、うん、まあ、今こうかなり増えているってことなんですね。なので、まあ、その決算シーズンどうやって過ごしているか知りたいっていう需要も多いのかなっていうふうに思いましたので、今回こういったものを作ってきましたと。はい、では早速なんですけれども、まず、前準備編ということで3つ用意してきました、はい、1つ目がですね、この監視銘柄の更新っていうことなんですね、はいはい、監視銘柄の更新、はい、なんかもう全くよく分かってないんですけどそうですね、まずですね、はい、決算を見てプレイするような、まあ、我々みたいな、はい、投資家のスタイルを取ってる人っていうのは、はい、必ず銘柄、まあ、4000銘柄ぐらい日本株ってあるんですけど、はい、そのうちの兼業の人だと100銘柄ぐらい、はい、で専業だとまあ400以下ぐらいっていうのを監視銘柄っていうのに入れるんですね。まあ、もっと具体的に言うと証券会社のアプリとかで、はい、まあ、登録とかができるので、そこにお気に入り登録して常に見てる銘柄数が100から400ぐらいあるっていうことなんですね。はい、で決算シーズンもその銘柄を中心に、はい、うん、まあ、決算をまず見ていくっていうことになるんですけれども、そうですよね、まずこの前準備でそこを更新しましょうよっていう話なんですね。はい、はい、で決算シーズンになんとなく突入しちゃう人が多いんですけど、はい、やっぱり準備っていうのがすごい重要で、うん、まあ、その時点で、まあ、多少やっぱり差がついてきてるのかなっていうふうに思います。はい、具体的にどういうことをするかっていうところなんですけど、はい、まあ、この監視銘柄については、まあ、僕は常にこのノートとかにこうつけてほしいっていうのがあって、自分ノートとかいろいろあると思うんですけど、メモ帳でも何でもいいんですけど、はいはい、どういうところを注目してるかとか、うんうん、あとこの決算前に関してはこの銘柄のどういう数字を注目してるかとか、どういうふうに変化したらいい決算なのかとか、逆にこうなっちゃってたら悪いとかっていうところをまずしっかりつけてもらいたいし、それを確認してもらいたいっていうことなんですね。はい、でそこでもしなんかその状況とかが変わっていたら、その監視銘柄から外すとかっていうのも実は大事。あ、なるほど。ってことは、はい、じゃあ普段400銘柄監視しています、うん、ただその他にも3600銘柄見ていない、監視してない銘柄の中から取捨選択していくってことですか？そうですね。あ、なるほど。はい、なんで、まあ、すでに監視銘柄のリストに入ってるやつも、はい、まあ、正直これ次見なくていいかなってやつとかは、うんうん、まあ、外した方がいいし、うん、今おっしゃったように、まあ、新たに新しい銘柄をこう監視銘柄入りさせて、はいはいはい、今回の決算でしっかりこう見ていこうっていう風にするのも大事ですっていうことなんですね。でこれがなんでその前の段階でやらないといけないかっていうと、はい、まあ、先ほどもお話したんですけど、その4000社ある中の、はい、まあ、結構な割合が特定の月に決算って集中するんですね。はいはいはい、なんで1日で1000社とか最近だと出たりもするんですけど、はい、そうするとやっぱりその時間効率みたいのがめちゃめちゃ重要になってきて、そうですね、はい、なんかFX だと見るチャートが何パターンかしかないんで決まってると思うんですけど、そうですね、株の場合はとにかく銘柄数が多いんで、うん、何を見て逆に何を捨てるのかみたいのがめちゃめちゃ重要になってきます。じゃあそれを決算を見る前にもう決めておくんですね。そうですね、このシーズンの
まあ、1週間前とか、はいはいはい、それぐらいからこれを結構僕は頻繁にやるようにしてますね。で続いて2つ目なんですけれども、決算スケジュールの確認をしてくださいということで、はい、特定の日に本当に集中する日が3日とか4日ぐらい特にあって、うんうん、でそこの日に、まあ、簡単に言えば兼業の人とかだと予定入れちゃったりとかするんですよね、はい、間違えてというか、はいはい、しっかり意識してないで、あれこの日決算こんな出たんだみたいな、うんうん、でそうするとやっぱり予定を一つ入れてしまうと、はい、例えば仕事が5時とか6時に終わって、うん、じゃあ飲みに行きます、うん、ってなるとやっぱり使える時間が圧倒的に少なくなってしまうっていうのがあるんで、はい、そうするとやっぱり他の投資家とかなり差ができてしまうっていうのがあるんですよね。なんでそういった意味でも今回ムームーさんのアプリとかでもできると思うんですけど、はい、決算スケジュールっていうのを見れるんで、はい、この後説明したいとは思うんですけど、うん、そこで確認していただいて、はい、自分のまず監視銘柄がこの日何銘柄というのか、うん、例えば数十とか、はい、下手したら100とかってなったら、はい、もうその日はもう決算読み込むしか時間がないっていう感じになるんで、なんでそこで前もって予定を調節してくださいよっていうことなんですね、まあ、それぐらいちゃんとその決算に対して集中しなきゃいけないっていうことですね、うん、そうですね、はい、でおすすめなのが、はい、専業でもやってる人が多いんですけど、はい、場所を決めてこの時間からこの時間までここで決算読んで、はい、それからじゃないと家帰らないとか、はい、そういうルール作ってる人がいて結構ストイックですね。そうですね、ゆっくりくつろげるカフェとかでもいいと思いますし、うんうん、パソコン開いてもちろんお金とか払わないといけないと思うんですけど、はい、落ち着いてできる場所とかでこもるっていうのも迷惑にならない程度ですね、はい、ありかなっていうふうに思います。はい、で最後に3つ目なんですけれども、うん、こちらが投資家仲間と注目銘柄の意見交換ということで、はい、1つ目とも結構リンクしてくるんですけど、はい、投資家仲間ってたくさんいるじゃないですか、うんうん、まあ、ゆかてんさんもいらっしゃると思うんですけど、うんうん、そういった方のその意見をこういろいろ吸い上げて、うん、監視銘柄リストをさらに更新するっていうのも大事かなというところで、自分が見ている情報以外の情報を得るっていうことですよね。そうですね、はい、で投資家仲間って、うん、結構いるもんなんですか、株してる人って。株は結構情報戦みたいなところがあるんですよ、はい、FX だとそのテクニカルをどう捉えるかとか、うん、どこで買いか売りかみたいなところじゃないですか、はい、株ってその銘柄の裏にいろんな情報があるんで、はい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 、結構その情報を交換し合う仲間とかは多い人は結構多いですね、やっぱり。そうなんですね、うん、買ってる人ほど結構多いかもしれないです、もしかしたら。じゃあもしかしたら孤独でやってる人がもしいれば、うん、そういう投資家さんが集まるような場に積極的に行って仲間を作っていった方がいいっていう、うん、そうですね、ことでもありますよね、うん、最近だと、まあ、地域の勉強会とかも、うん、結構あったりしますし、はい、あとはまあツイッターとかでも、はい、まあ情報交換できるような人、僕もツイッターで何人かお会いしたことある人とかもいるんで、そうなんですね、ツイッター系で、うんうん、なんでそういった人と意見交換できる仲になっておくっていうのが大事ですね。はい、なるほど、はい、では早速ですね、はい、はい、ルーティーンということで、はい、大体っていう感じなんですけれども、はい、このまず8時ぐらいにはマーケットに向き合えるような状態を作っておりますということで、うん、なんでまあ7時半とかちょっと前ぐらいにはまあ起きておいて、うん、でまあ身支度とかある程度こうして自分の部屋の机に座るだけなんですけど、もう8時には座っておくっていうのがまあ決算の時はほぼほぼこんな感じで動いてますということですね。これは9時に決算が発表されるんですか？はい、決算発表はだいたい15時に出るんですよ。あ、そうなんですね、はい、で9時からはマーケットが開くん で、はい、 そうですね、そこでのこう注文のやり取りとかがメインになってきます。じゃあそこに向けてまあだいたい1時間前ぐらいにはもうデスクに向かっておくっていうことですね。そうですね、うんうん、はい、で8時にまずやることとしては、はい、前日のマーケットですね、このニューヨークはどんな感じで内容が終わっていて、うんうん、まあ、帰ってくるのかっていうところで、ニュースとかもまあ、証券会社とかの中心に、まあ、結構ムームーさんでも確認できると思うんですけど、はい、確認していただいて、まあ、内容をざっと自分の頭に入れるっていう作業をしております、うんうん、でこれがだいたい30分ぐらいですね、はい、で8時半ぐらいからは今度はこの寄り付きから見ていく銘柄、あと仕込む銘柄の確認っていうことで、うん、まあ、株式だと板っていうのがあるんですけど、 FX はあんまないと思うんですけど、そうですね、板が見れるんで、はい、まあ、それを例えば今日買う銘柄とか
この昨日決算出た銘柄で、まあ、良かった銘柄とか、はい、まあ、見たい銘柄ですよね、はい、あると思うんで、そこでお気に入りとかそういった登録をしながら、今日しっかり見ていく銘柄っていうのをざっと並べておくっていうことですね、はい、でそれの、まあ、気配値とかも確認、はい、簡単にしておくということですね、はい、この時は大体何銘柄ぐらい見るんですか？そうですね、でもやっぱり1日200ぐらいはあるかもしれないですね、はい、まあ、自分の監視銘柄と、うん、あとはまあ最近ちょっとニュースとか出たりとか、うん、あとは決算が出て気になる銘柄ということで、うん、まあ、200以上は僕の場合はありますね、うん、はい、でそれをまああの決算の時は結構毎日アップデートしていくっていう感じでやっております。はい、で、8時45分ぐらいになってから、あの8時半前ぐらいとかだと、うん、まあ、板とかが、まあ、詐欺気配なんてよく言ったりしますけど、はい、そういった見せ板みたいなのもあったりとかするんで、はい、あの結構動いちゃうんで、まあ、8時45分ぐらいから僕は、まあ、徐々にちょっと差し値とか入れるようにしておりますっていうことですね、はい、なんで決算良かったやつとかはこれぐらいの値段でもこう買いたいなってやつとかは、まあいくつかこう差し値入れておくとか、うんうんうん、いろんなテクニックがあるんですけど、簡単に言えばそういうことをしておりますっていうことですね、はい、で、まあ、9時になって場が空きましたと、はい、差し値とか自分の仕込んでる銘柄もそうなんですけど、はい、すごい大事なのが、うん、注目してる銘柄の値動きを確認してくださいっていうことで、うんうん、あのこの9時から10時って一番値動きが活発な時間帯なんですね、はい、出来高の半分ぐらいこの時間でできる場合も全然あったりとかするんで、ここっていうのは結構重要なんですけど、はい、そこでまあすごい注目したいのが、はい、前日決算良かったなって自分は思ってるのもかかわらず、この寄り付きのタイミングで弱かった、うん、弱い銘柄とかあるんですよ、うんうん、でその理由としては、例えばニューヨークが弱く終わってそこからスタートってなると、ニューヨークの動きをこう引き継いでるんで、うん、いい決算でも買い手があんまりいないっていう状況が朝方って結構発生しやすいんですね、うん、はいはい、先物経由の売りとかも入ったりしてくるんで、なのでそういう銘柄もし自分がめっちゃいいと思ってたのに買われてないじゃんとかってやつが、うん、結構朝って本当にあるんで、はい、それをバーってこう発注していくっていう作業ですね。あ、はい、逆にそれはプラスってことなんですね。プラスですね、割と。なんでいい発表があったのに、はい、マーケットの影響によって、まあ、外部的要因ですよね、はい、によって上がれないっていう状況があるんで、うん、はい、そこはもう結構買っていきますね。あ、はい、であとはまあそれ以外の、はい、まあ、継続的に仕込んでる銘柄とかの発注とかもここで行いますっていうことですね、うんうん、10時ぐらいになると、まあ、若干落ち着いてくるので、はい、まあ銘柄の監視をしながら、まあ、適宜差しに入れたりとかしておりますっていうこと で、うんうん、であとはですね、この決算シーズンって決算説明会っていうのがすごい大量に行われるんですね、はいはい、で決算説明会っていうのは、うん、まあ、その決算を、まあ、経営者の方、まあ、あの CFO だったりとか CEO が今回こういう決算でしたっていうのを説明する場なんですけど、はい、これまでって基本的には機関投資家向けっていうのがメインだったんですが、はい、最近だと個人投資家にも決算説明会をする企業さんがすごい増えていて、はい、で1日でそれがまた決算シーズンだと大量に行われるんです、はい、なので見切れないじゃないですか。そうですね。なんで10時ぐらいから僕は、うん、まあ、画面が3つぐらいモニターあるんですけど、はい、1つは決算説明会を流してますね、はい、流して、見ますと。あ、今オンラインで見れるんですね。そうですね、YouTube とかでも結構見れたりとかするんで。そうなんですね。なんか載せてくれたりとかしてるんで、はい、それをまあ見ていきますっていうことですね。はい、で他の画面では10時半ぐらいまでは結構活発にある時が結構多いんで、うん、もちろん監視しながら、あとは差し値とかもどんどん入れていって、うん、銘柄とかを株数を集めながらこの見直しっていうのをしていきますっていうことですね、うん、はい、それがだいたい3時ぐらいまで続いていくんですか。そうですね、はい、うん、それがまあ3時ぐらいまで続いてまして、はい、で決算の見直しで結構重要なのが、はい、まあ、決算説明資料っていうのが基本的には決算と一緒に、まあ、出される企業が多いんですけど、うん、はい、そこでは読み取れなかったものっていうのが、はい、この決算説明会では結構出てくる場合があって、うん、説明資料を見た感じだとそういう感じじゃなかったけど、はいはい、説明会では社長こう説明してるなとか、まあ、ギャップが生じることが結構あるんですね。なんでそこを中心にメモしていきましょうということ で特に重要なのがその業績に影響が出そうな内容とか、はい、次の四半期こうなりそうとかっていうのを結構ポロッと言ったりするんですよ。あ、なるほど、はい、
あ、だから重要なんですね、見るっていうことが。そうですね、はいはいはい、なんで、まあ、それが資料上だと分かりづらいけど、はい、今回の四半期弱かったのはこういうこと で、はい、でこれが今解消されてるんで次にはこうなりますとかってなると、うん、こう悪かった理由と次良くなる理由っていうのが明確に分かるじゃないですか、はい、で見てる人と見てない人だとそこのまあ角度というか、あの理解度とか解像度が変わってくるんで、まあ、見た方がいいよってことなんですね。なんでそういうのをパチパチメモ取りながら見ますと、はい、でこの間に大体決算期の場合はおにぎりかサンドイッチですね、僕は。あ、はい、片手で食べれるものを。片手で食べれて、はい、まあ、5分10分ぐらいで食べれるっていうので、あとは動画見ながらもできるじゃないですか。そうですね、あのすごい時間効率みたいのを気にすると、うん、箸とか使うと食べ物って下向くんですよね、はい、下向いてると画面から目が離れるんですよ。確かに。でも腕だけでいけるやつだと画面見たままできるじゃないですか。だからおにぎりとかサンドイッチっていうのをやってますね。はい、まあ、場が結構動いたりもするんで、まあ、お腹空きますもんね、さすがに3時まで食べないってなると。そうそうそう、はい、でそういうのをまあ3時ぐらいまでやっておりますと、はい、で3時になるとあの決算が一気に出てきますっていうことで、はい、まあ、大体3時ぴったりの企業が、はい、まあ、半分とかもうちょっと多いのかな、ちょっとそれを嫌ってずらしてるところもありますけど、であとは3時半とか4時とかそういった、まあ、切り板みたいな感じで、うんうん、まあ、4時ぐらいまでが一番多いですかね、はい、4時ぐらいまでは結構な銘柄数出るんですけど、はい、まあ、出てきますと、うんうん、でそれをまあガンガン読んでいくっていう作業が、この3時からだいたい6時ぐらいですね、うんうんうん、はい、でここの、読んでいく銘柄の、まあ、優先度なんですけど、はい、やっぱり保有銘柄と監視銘柄っていうのを中心に見ていきましょうっていうことですね、うんうんうん、でそこにやっぱり時間をこう注がないと、はい、保有銘柄監視銘柄って自分がもう事前に見てる銘柄じゃないですか。そうですね、なんで他のマーケット参加者よりも詳しい銘柄なんですよね、はい、なんでそこをさらにこう読み込むと、なんだろう、例えばあここ悪かったのが良くなってるとか、はい、詳しい銘柄なんで変化に気づきやすいんですよ、うんうんうん、なのでここは3時間とかできれば使って、まあ、読みたいなっていうところで僕は読んでますっていうことですね。はい、大体 1銘柄読むのにどれぐらいかかるんですか。でも保有銘柄とかはやっぱり隅から隅まで一応見たいんで、はい、まあでも10分とかその程度ですかね、そうなんですね、10分以内とかには終わると思います、うんうん、はい、じゃあ保有銘柄と監視銘柄が読み終わった、はい、あとはその他の銘柄も読む。そうですね、うん、7時ぐらいからですかね、はい、その他の、決算の確認とか、はいはい、まあ、説明会の参加っていう形で、うん、6時ぐらいからこの決算説明会っていうのが結構開かれたりとかするタイミングになるんで、うん、僕はその保有株とかあとしっかり監視してて、はい、まあ、今回決算良かった買いたいと思うやつは、うん、まあ、参加するようにしていますっていうことですね。場が空いてる時にこう片耳っていうか一度画面で見てた決算説明会は基本的に持ってない銘柄になるんですか。はい、それはですね、見切れなかったやつとかですね、時間がかぶったりとかやっぱりするんで。なるほどなるほど、はい、ただやっぱり自分の優先度が高い銘柄は、はい、まあ、ここの時間で、はい、まあ、片方につけながら、はい、決算をもう一画面で見るっていう感じですね、はい、器用ですね。いや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 、まあまあまあそういう感じでやっておりますと、はい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 、で7時ぐらいになったら、うん、まあその他の決算を確認して、うんうんうん、まあそれはもうざっとですよね、うんうん、はい、確認してもう本当に切る作業、捨てていく作業っていう感じで、どんどん切っていって気になったやつだけまあ銘柄リストに入れたりとかしてまた見ていくっていう感じですね。あとはまあツイッターとかも上手い人とか本当にツイッター多くやってるんで、その人のツイートとかもちょっと参考にしたいとか、この決算良かったとかたまにつぶやいてるんで、うんうんうん、そういう銘柄は自分も見るようにしておりますと、はい、であとはまあ決算説明会に引き続き参加したりする感じですね、うんうん、はい、でそこからまあ明日の売買戦略をまあ、9時ぐらいには立てて、良かった銘柄とかが、まあこれぐらいの値段で明日寄り付くような買いたいとか、もうなんならかなり強かったらストップ高でも買っていくみたいな、そういう売買戦略をここで立てて、でその後寝ますっていう感じですね。なるほど。これがまあ1週間から10日間ぐらい続くっていう感じですね。はい、もう朝から寝るところまで決算でいっぱいなそうそうそう、はい、スケジュールになってますね。まあ、この時だけ忙しいっていう感じですね、はい、すごい、はい、まあ、それだけこう集中して決算に向けて
時間を避けるっていうのは重要だっていうことですよね、うん、そうですね、うんうん、はい。でですね、まあちょっと大切にしてほしいのが、やっぱり兼業の方とかは、はい、まあこれできませんよねっていう感じなので、そうですよね、はい、この3時から始める固有銘柄とか監視銘柄の決算の読み込みと、うんうん、あとまあシナリオ修正っていうのがあるんですけど、はい、良かった悪かったっていうのをしっかりこう分別してもらうっていうのがすごい大事なのかなっていうところで、これをご帰宅されたら一番優先度高くやってもらいたいなというふうに思います、はい、じゃあこの決算のスケジュールを見なきゃいけないってところだと思うんですけど、うん、こちらが使えるのがムームー証券のアプリであるっていうことですよね。そうですね、はい、はい、ムームーさんのこの決算カレンダーっていう機能がありまして、はい、まずこのトップ画面のマーケット日本株かなっていうところに行っていただくと、うん、まあちょっとスクロールするかもしれないですけど、はい、決算カレンダーっていうのが出てくるんですね、はい、でこれの詳細をクリックしていただくと、11日の決算これですとか12日の決算これです、これ日本株なんですけど、はい、まあ出てきますと、でここの、まあ、結構いいところが、はい、時価総額順にまず並んでるっていうのが結構良くて、これ展開してもらってもそうなんですけど、はい、まあ、イオン、東宝、ABC マートとかコスモス薬品とか、はい、まあ、皆さんおなじみの企業が出てると思うんですけど、うんうん、そうですね、まあ、大きい企業順に並んでるっていうのがまず1個いいよねっていうところですね、うんうん、はい、うんうん、条件っていうところをクリックしてもらうと絞り込みができるんですね、うん、はい、これで、おすすめなのがこのお気に入りっていう絞り込みがあって、うん、これをすると、まあ、簡単に言えばさっき言った監視銘柄だけが、まあ、いつのタイミングで決算が出るかっていうのが、まあ、すぐ分かりますよねっていうところで、まあ、これ適当に出たやつなんですけど、はい、まあ、パルグループホールディングスとか、はい、まあ、バーッと出てきますっていうことなんですね、うんうん、なのでさっきお話した事前準備の段階で、はいはい、自分の保有銘柄監視銘柄がいつ出るのか確認してくださいっていう話をしたんですけど、はい、まあ、ムームさんのアプリ使うとそれがまあこのアプリで瞬時にできる、うん、確かに、であとは兼業の方とか結構忙しいと思うんで、はい、その確認とかも家でやるんじゃなくて、はい、アプリでまあスマホでできるっていうのは結構優れてるのかなっていうふうに思います。あ、これ決算の内容も見れるんですか？そうですね、簡単な内容も見れます。うん、はい、じゃあ出先とかでちょっと気になるって時はもうこれでさっと見れるっていうことですね。そうですね、はい、うんうん、まあ、ニュースから飛んでもらえば、はい、あの開示資料とかも読めたりするんで、そういった意味では、まあ、結構見やすいかなっていうふうには思います。はい、まあ、あとはただあのアプリだとこのちっちゃいんで、はい、その大画面で確認したい方は、はい、まあ、していただければ、うん、あのなんか最近デスクトップ版も出たっていう話を聞いたんで、はい、まあ、そっちで確認してもらった方が見やすいのかなとは思います、うんうん、はい、でその銘柄登録の仕方も結構簡単で、はい、この日本株とか、まあ、アメコブ何でもいいんですけど、うん、あの見てもらうとここになんかハートマークがあるんですよ、右上のところですね、はい、でこれをクリックしてもらうと、はい、まあ、お気に入り銘柄っていう感じになるんで、うん、この絞り込みをした時に出てきますっていう、うん、まあ、そういう仕組みになっておりますっていうことですね、うんうん、はい、ということでですね、あの今回は決算シーズンどう過ごしてるかっていうお話を、はい、あのさせていただいたんですけれども、専業ほど多分皆さんできないと思うんで、はい、まあ、一部でもですね、あの真似できるところとかあれば、うん、ぜひしていただければなというふうに思います、はい、結構決算シーズンの専業投資家さんのこうリアルなルーティンって私今回初めて聞いたんですけれども、はい、でも要所要所すごくこう勉強になったっていうか、まあ、私もこれから株をやってみたいなっていうふうに思っているので、ところどころ参考にしながら始めてみようかなと思いました、はい、ぜひぜひ、はいはい、ムム証券さんでは株価のチャートはもちろん先物とか暗号資産といったチャートがすべてリアルタイムで見れるっていうのが強みになっております。こちらはムム証券さんでアカウントを持っている方であれば全員が見れるそうです。そうですね、これはあの今多分結構出てると思うんですけど、はい、米株の歩み値が見れるっていうところで、はい、これ多分あの個人向けだとほぼないんですよね、プロ向けとかだとあるんですけど、はい、個人向けだとあんまりないんで、はい、これはあの米株がどれだけ活発に売買されてるかとか分かるんで、結構面白い機能かなっていうふうに思います、うんうん、はい、さあそんなムーム証券さんですが、なんと今回米国株の取引が可能になりまして、こちら約7000銘柄の取引が可能になっているとのことです、はい、そして業界最低水準の
手数料と、さらに業界初米国株が24時間取引可能となっているみたいなので、よかったらこちらのムーム証券さんご利用されてみてはいかがでしょうか。またムームアプリではいろいろな機能が無料で使えますので、ダウンロードがまだの方は概要欄のリンクからダウンロードしてみてください。今回の動画がお役に立てば、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ムームアプリの質問などあればコメント欄にお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。ムームアプリをまだ使ったことがない方は今すぐダウンロードをお願いします。アプリの入手方法は、まず動画の説明文を開いて、今すぐチェックとあるリンクを開きます。リンクを開きますと、このようなオレンジ色のページが表示されます。書かれているアプリの説明をしっかりお読みいただき、今すぐ新規登録ボタンをクリック。電話番号を入力して送信ボタンを押すと、 SMS メッセージで認証コードが届きます。認証コードを入れたら、新規登録ボタンをクリックするとアカウント登録が完了します。電話番号で登録だけでなく、メールでサインアップを選ぶとメールアドレスで登録もできます。メールアドレスを入力の上、パスワードを決めて新規登録ボタンを押すとアカウント登録が完了します。登録ができるとこの画面に切り替わりますので、スマホからご覧の方は今すぐダウンロードをタップすると、ストアアプリが開きますので、アプリのダウンロードをしてください。パソコンからご覧の方は QR コードをスマホで読み取ってアプリのダウンロードをしてください。スマホでアプリを起動するとログイン画面が表示されますので、ご登録いただいたアカウント情報を入力してください。下のメニューからムーを選んで、さらに右上の虫眼鏡マークをタップしますと検索画面になりますので、欲しい情報を検索してみてください。圧倒的な情報量に驚かれると思います。改めてアプリの入手方法は、まず動画の説明文を開いて、今すぐチェックとあるリンクを開きます。